ヤホーこんにちは、サイコです。東京でボーカルコーチやっております。レッスンの申し込みは下の概要欄のホームページからお願いします。はい、ということで今日はネクスジですね。ニジプロ2男子の方で、デビューが確定した新しいグループネクスジというグループのミラクルという楽曲ですね。こちらのパフォーマンスビデオが上がっておりましたので、早速見ていきたいなというふうに思います。ニジプロ男子なんですけど、ちょいちょい追ってはいたんですが、ちょっとラストまでね同時に駆け抜けることはちょっとできてなくてですね、一応メンバーはどの子がデビューしたっていうメンバーはもうすでに確認はさせてもらいました。ああなるほどなっていうところと、マジかみたいなね、ちょっと驚きもあったりとかして、なかなか X めちゃめちゃ荒れてるなという印象があったんですけれども、まあ一旦それは置いといて、パフォーマンスビデオですね、まずはこちらを見ていきたいと思います。で、最初年で見ていきたいので、イヤホンをさせていただきたいっていうの と、 あと映像ちょっと見にくくなってると思うんですけれども、よかったら皆さん別の機械とかで一緒に再生ボタンを押していただけるといいんじゃないかなというふうに思いますので、そんな感じでお願いします。はい、では再生ボタンを押していきたいと思います。 3,2,1。 おー、はいはい、このリズムね。おー、はるくん、うわぁ、ゆうひくんね。ついたいい声。うんふん。ゆうくん。いや、ゆうきくんの成長具合よな。もう智也くん大ファンなんで。へえ。うわ、素敵。やっぱ智也くん。Desire。素敵。好きなんだよね、私聖太くんの声。ソケン。なるほどね。なんか 2PM っぽいって感じてる今。曲がかな。トムレイ。めっちゃいい、セイタ君。トンボ役ねえ、天才なんだけど。誰の手ですか、その美しい手は。何かを握りましたね、これね。ネクスジ。ネクスジだと思ったら違いました。ネクスジというグループのお名前ということでございますね。はい、ということで、なんかね、途中にも私言ったと思うんですけど、なんか 2PM をすごい感じたんだけど、これってさ、曲のせいなのかな？なんだろうね、このなんか重たさみたいなのをちょっと感じてて、重量感みたいなのを。
で本人たちの声がめっちゃ重たいかって言われると別にそういうことじゃないんですけど、なんか重みを感じる曲だなって思って聞いてましたね。うん、なんかスキズよりも 2PM を思い浮かべるようなそんな印象かな、私の最初に聞いたこの感じで言うとね。でリズムな、すごいだからさ、もうここ1年もうゴリゴリになってきたあの流行りのビートというところなんですけれども、ちょっとこうパタパタした感じのね、こういう音っていうところですよね。ここら辺はもうなんか流行りのっていう感じ、うん、みんなも多分ああこういう感じなんだって多分思った人も多いんじゃないかなと思うんですけど、そうね。でまあ歌声で言うとやっぱね、ともやくんがねやっぱ最強なんだよね。うん、でせいたくんも私結構キュンキュンしちゃった。僕らの関係クレディボール、ちょっとこう低音な感じね。ともやくんと、で、はるくんと。はるくんは、その歌に、柔らかさとか、なんかそういう感じのタイプじゃなくて、スムーズさとかそういうタイプじゃなくて、どっちかっていうと、なんか不器用系男子みたいな感じの歌い方をするんですよ。でもそれがすごく大好きっていうか、その、硬い感じっていうのを彼がまだ持っているので、これがまたどんどん、これから変化していくのかなとかって考えると、すっごい楽しみだなっていう一人ですね。なんかダンス結構ゴリゴリなイメージあるんですけど、歌はね、結構純粋。薄いなというか、うん、まだあのこれからだよねっていう音はするので、そうそう、そこのこう未来への楽しみ感っていうのはすごくハルくんは私は持ってますね。うん、いいですね。でここのね、ゆうひくんちょっとさ、結構音キラキラ系男子なんだよね。素敵じゃない？このゆうひくんの音。めっちゃいい音と思って。すごいなんかキュンキュンしちゃった。このゆうひくんの入り？出だしのところ。からのちょっとね、せいたくんなんだよね。私めちゃくちゃ好きだったの。すごく華やかな音が乗ってるなと思って、純粋さの中に華やかさが一つちょっとあるようなニュアンスですね。すごく彼の音を聞いてるとなんか性格良くなるって感じが。そう、なんだろうね、このせいたくんのすごい、なんだろうな、この音めちゃくちゃいいなと思って、なんか聞いてるだけでね性格良くなりそう、マジで。待てる。だからこういうさ、私はるくんね、こういうパートすごい得意だと思う。なんか短くて早いみたいな感じ。うん、すごいはるくんの重たさが逆に生きるみたいな、この感じめちゃくちゃいいな、このはるくんのパートね。信じてるよ、ここの音の取り方とかめちゃくちゃかっこよくない？うん、いいよね、ゆうくんね。もう私がニジプロ男子を見なきゃと思った理由の一人ですね。はい。このゆうくんの存在っていうのはすごく私はでかかったかな。一人でステージやってるやつですよね。X でも取り上げたんですけど、ゆうくんこんなステージやっちゃうの？みたいな感じで、ちょっとびっくりして、本格的にニジプロ男子を見始めたっていう感じなんですけど。うん、まあやっぱ合格するよなって感じ。ゆうくん分かってましたって感じですね。おめでとうございます。ゆうきくんめちゃくちゃね、あのボーカル注目されてる人だと思うんですけれども、ゆうきくんね、ここねちょっと独特な音になってる気がするな。モーメン、ちょっとメントで抜く感じとかすごいいいですよね。なんか質感が他のメンバーよりもちょっと冷たい音が入ってる感じがします。もう温度とかさ、なんか表現の仕方がさ、すごいなんか大変なことになってるんですけど、でもゆうきくんの音ってちょっとね冷たいんですよ、他のメンバーに比べると。この温度感がめちゃくちゃ良くて、ちょっと温度感冷たい感じがね、私はたまらないですね。もうギュンギュン来てますって感じ。で、これ、もっと多分他の楽曲だったらニュアンス違って聞こえる可能性もあるので、ちょっと一概に、なんだろうな、こういう子だな、こういう音だなって、印象付けることはできないんですけど、まあ、今聞いた、この楽曲のこのパートで言うと、ちょっと他のメンバーよりも冷たい音がして、それがこう一つ、グループの中でのアクセントになってる気がしてて、とてもいいですよね。ここら辺のこの扱いとかもちょっと軽やかっていうか、すごいこうバリエーションありそうですよね、彼ね。うん、
ちょっとゆうきくんに比べると息の方に息っぽいところに抜いてきたゆうくんって感じかな。めちゃくちゃいい音、本当になんかすごく素敵な音皆さん持ってる。 This must be a miracle、ここのケンくんめっちゃ良くない？感じたんだ。このカの音って、ちょっと長めにビブラートをかけてくるのと、そのね、直前のね、目を見たら、この見たらのタであんまり跳ねないんだよね。目をここの方で、しっかりこう切るちっちゃなツを入れるような感じで歌ってて、目を見たら目を見たら、なんかこういう感じのアクセントを入れてるんですね。目を見たらとかじゃなくて目を見たら、結構このミからタにかけてここのつながりがありながらのアクセントがめっちゃ気持ちいい。目を見たら超好き。Oh my gosh! ともやくんはね、マジでね、全部のフレーズ、なんかもうギュンギュンしちゃうんですけど、このね、every の扱いなんですよね。every night! こんな感じで、絵でしゃくる、re で上から落とすんですよ。every night! この扱い、このスタンス、これだけで、あ、うまい。ってなる、マジで。この動き、やっぱり経験ないと出てこないですから。これめちゃくちゃ素敵。君とここの、この KK、ここの軽さと、痛いから、この後ろの重さ、ここがもう絶妙。君とここに痛いから、もうやっぱね、笑顔の通り、彼のこの笑顔の通りな音がするわ。めちゃくちゃ素敵。そうね、なんか太陽と月って感じ、ここ私のイメージ。ゆうひくんのこのキラキラ、あ、でもね、ゆうひくんちょっとお星様っぽいんだよね。キラキラっとしたお星様っぽくて、でそれで、ゆうきくんのちょっと冷たい音みたいな、月のようなちょっとダークムーンな感じ、その感じがあって、なんかこの二人が揃うとね、またすごくこう特別な色になりますよね。天才です。マジで本当に、ちょっとともやくんがもうマジね、ちょっと、ま、飛び抜けてるんですよね。視界がブラーリー、ここの視界がの階のところでビブラート細かく入ってきますよね。これめっちゃ素敵。ターニング、ここの細かな音とリベビー、ここの裏声から地声のひっくり返し、でも決めないまま、ここのでもの音は裏声ではなく地声のままいってるって感じかな。いやー素敵。ちょっとともやくんはね、歌声分析したくなっちゃうって感じ、マジで。どんな声でそこ歌うのみたいなのを、もう逐一、もう 0.5 秒ごとに気になるみたいな、マジでそんな存在ですね。ここの切り方もめっちゃかっこいいよね。もうちょっとともやんがマジで来てます。ありがとうございます。もう大ファンです私。ちなみにともやくんも最初初見でニジプロ男子を見始めた瞬間から、あ、この子ですって決めちゃったぐらいもう大ファンなんで、もう分かりやすい。でもみんなも多分ね、もうともやくん大好きだと思うんですけど、そう、もうね、ちょっとね、素晴らしすぎる彼は。Now I can see it. ここのダーンって、ここの細かな音取りですね。これ素晴らしいですね。いや、いいね。この吐き方が冷たいのよ。この温度感が、そう、あの、ともやくんとまた違うよね。ゆうきくんのこの温度感がちょっと冷たい感じがめっちゃ素敵。このゆうひくんマジあったかくね。やばくない、この温度感。すごい。だからね、ゆうきくんがこの冷たい役をやってくれるから、ゆうひくんの暖かさがすごい出てくる。さっきお星様みたいなキラキラとかって言ったんですけど、今もうなんか暖房のような暖かさがありますよね、彼ね。ゆうひくんね。すごいね、彼。
ラララララ、ここの地声裏声のね、この切り返しですよね。すごい綺麗だよね。好きだわ。セータ君やばいんだよね。なんかなんだろうね、私セータ君のギュンギュン来ちゃう、ギュンギュン来ちゃうってなんだよって話なんですけど、なんかすごく優しくて純粋な音を持ってるなって思っちゃうんだよね。すごい、ケン君、ケン君、彼って全部未経験な方でしたっけ、歌もダンスもみたいな、どうだったっけ。すごいね、ここね、めちゃくちゃ綺麗なんだけど音。高い音出すときに声がね、なんか幼くなるんですよね彼。ちょっと年齢がぐっと若くなる瞬間があって、これがちょっと聞いててすごい面白い。うん、感じたんだ。ここら辺とか結構口腔内硬くなってんじゃないかな、はるくん。どうだろう、なんかね、音の硬さっていうか、その空間の硬さをね、ちょっと感じるんだよね。これが彼の一つ、私が感じる、なんかちょっと不器用そうって言っちゃうと怒られるかな。なんか彼は、なんだろう、一輪の花を持って、好きな子の前で、一輪の花を持って、なんか純粋にこう、バラード歌ってほしいみたいな、私の勝手な妄想があるんですけれども、そう、なんかそれを感じるのね、彼の歌には。なんかそういう、この男の子特有の不器用さみたいなのをすごく感じていて、それがまたギュンポイントなんですけれども、そう、これいいんだよね、でもね、うん、このニュアンスとしてはすごく初々しいなっていう感じ。うん、なんかこれからが本当に楽しみ、マジで、さっきも言ったんですけど。感じ、すごく空間を広げようと頑張ってるのかな。これはね、彼のこの意識の中でしかちょっとわからないので、今ここで私が正解を言ってるわけではないので、それだけは勘違いしないでほしいんですけど、どうなんだろうね、この空間をちゃんと広げておこうっていう意識があるような音がするな。最高。ここら辺の口腔内の開きが大きいのもすごく好き。逆にこう、はるくんとはまた違うニュアンスというか、なんか彼の柔らかい口腔内の状態の中で出てきてる音っていう感じがするかな。これがちょっとはるくんと、ともやくんの、音の違いとして、この柔らかさ、まあ、硬さ、どういう風に聞こえてくるのかっていうところは結構違いがあるんじゃないかな。で、これもまあ、リスナーからしたら、もう好き嫌いで判断してもらってもいいと思います。私はこっちの方が好きとか、こういう音が好きとか、まあ、もちろんどっちも好きっていうのもあると思うんですけど、そうそう、ここら辺はね、割と好みになってくるんじゃないかなって感じですね。I love you, ラデビブラとカマスソケンということでね、結構ね、ケン君はね、私ストーンとこうまっすぐ音が飛んでくる方だなと思ってて、それがね、結構気持ちいいね。ちょっとこう抜け感があるって感じかな。うん、この中、このグループの中で言うとちょっと抜き役みたいなところがあるかもしれないね。なんかそういう音が聞こえてくるかな。ゆうひくんラップやっちゃうよっつって、結構好きなんだよね、ゆうひくんのラップ。このなんだろう、キラキラっとした音とか、あったかい音とかって言ってたものがちょっとこう野獣っぽくなるっていうか、荒くなる感じね。これがすごくかっこいい。で、このセータ君の声もこのパートになるとちょっとこうガリッとするっていうか、音が強くなるんだよね。ここのなんかこう声の圧が高まる感じとかも、こうすごいね、使い分けてるんだなっていうところがあって素晴らしいですよね。このベイビーのこの B 最高。ともやんたまらないです、マジで。感じたんだ、ビブラートとかも美しいし、もうちょっとね、ダントツだな、ともやくん、やっぱすごいわ、なんか技術あるなって感じ、見ててね。まあオーディション中もそうでしたけどね。なんだこれ、下かなんかを丸めてる？なんか舌の位置が
ちょっと普通の位置よりも後ろにあるのかな。なんかシンプルな発音には聞こえないかもな、ここら辺で。そうね、やっぱソケン君歌声がちょっと若いっていうか、結構さ見た目は大人っぽいんですけど、このギャップになんかちょっと今やられそうなんですけど私。君に伝えよう I love you。 もうほんと花束、一輪の花を持って、ほんともうタンポポでもいいの、マジで一輪の花を持ってね、ちょっとぜひ白いあの衣装みたいなの着てもらって、はい、もうちょっとね告白みたいな、そういうシーンありませんかね、どうですか。はいはいはい、なるほどね。このゆうきくんかな、これ歌ってるのは合ってる。うん、なるほど、勇気くんで終わると、でやっぱちょっと冷たい音がするって感じです。なるほど、いや素晴らしい。うん、あの本当になんか歌未経験みたいな子たちもね、あと中にはいると思うんですけれども、あのすごく皆さんいい音を持って、そしてとても個性的な音を持ってるなっていう風に感じるので、またこれからねどういう風に歌がこう変化していくのかっていうところで、あとやっぱともやくんの歌声っていうのはやっぱちょっとね、あーかっこいいなって思うところがやっぱすごく多いですね。やっぱ一つちょっと頭抜けてるなっていう感じがするので、ちょっとこのグループが一体どういうグループにこれからなっていくのか、どういう楽曲を見せてくれるのか、ちょっと楽しみにね、あの見ていきたいなというふうに思います。はい、ということで今日はこんな感じで動画を終わりたいと思います。下の概要欄の方に公式のリンクを貼っておきますので、よかったらまだの方、投資で見たい方、ぜひ、下のリンクから飛んでいただけたらなというふうに思います。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。